こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書2500年前からのメッセージ、孔子の言葉、論語の解説をやっていきたいと思います。今日やるのは論語、漢文です。昔の中国語で書かれた文章、これ読み方難しいよね、わかんないって人も多いと思います。でも今回の動画を最後まで見てもらえば、漢文の読み方がきっちりわかるので、しっかり見ていってください。このチャンネルでは、中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に、今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に、他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それでは、やっていきましょう。論語っていうのは、中国古代の思想家、孔子とその弟子たちの言行録、つまり孔子とその弟子の間のやりとり、言ったこと、行われたこと、そういったことを記録した文章、それが論語です。時代はなんと2500年以上も前、その頃に考え出された人間の生き方についての鋭い観察、深い思索っていうのがこの論語の中に詰められています。現代人も見習うべき点がたくさんある。例えば、孔子は人間がお互いに愛情を持って接し合って、それぞれの人格、人間としての立派さとか道徳を高めていくことで、社会が平和になっていく、こういうふうに考えました。孔子のそういう考え方、理想っていうのはね、その当時は受け入れられなかった、そういう部分が多かったんだけど、でも弟子たちがね、その後にその孔子の理想っていうのを儒教としてまとめました。そして中国は愚か、昔の日本にも大きな影響を与えたんだね。そして昔の日本ばかりではない、現代の日本でも一人一人の人間がどうやって考えたらいいか、どういうふうに行動するのがいいか、正しいかっていう規範、基準はこの儒教が基準になっていることが多いの。だから今回のこの授業を聞いてもらえば、あ、この考え方知ってるよとか、私もこの考え方持ってるよ、そういう部分多いと思います。今から2500年も前にそういうことを考えた人がいた、これ驚きだよね。今回の授業はそういう発見がたくさんあると思いますので、一緒に見ていきましょう。はい、これが論語、昔の中国語で書かれた文章、漢文です。これ見て何書いてあんの、意味わかんないよね。それもそのはず、これは白文といって原文そのままの文章、このままでは読むのが難しい。なのでまずは訓点をつけて訓読文にしています。これが訓読文です。どう、さっきの白文と比べて訓点がついたことで読みやすくなったんじゃないの。訓読文の中には訓点、文章を読みやすくするための仕掛けが3つあります。まず1つ目は送り仮名。このカタカナで書かれた部分、これが送り仮名です。カタカナだから読みやすいよね。次に読み仮名、振り仮名とも言います。これはここのひらがなで書かれた部分、これも横に振り仮名が振ってあることで読みやすくなったよね。そして訓点の3つ目が返り点です。この文章の中だったら、カタカナのレとか、1とか2とか、上とか下とか、書いてる記号、これが返り点です。この返り点の約束のルールに従って読むことで、難しい読みにくい漢文も、日本語に直すことができるっていうわけなんです。では早速やっていきましょう。この訓読文を読むことを、訓読っていうふうに言います。漢文を日本語の読み方で読んでいくことです。訓読するときの注意点は2つ。まず1つ目は、上から順番に読んでいくこと。もう1つは、上から順番に読んでいったとき、返り点があったら、返り点、さっき言ったね、出点とか、1、2点とか、上下点とか、そういう返り点があったら、その返り点のルールに従って読むこと。この二つに注意して読んでいきましょう。まず上から順番に読んでいくね。子曰く。この子っていうのは孔子の子、先生っていう意味ね。先生がおっしゃるには、
講師はこういうふうなことを言いましたよ。そういう文章です。続いて順番に読んでいきましょう。学びて。ここまで読めるんだけど、その次の漢字、振り仮名ついてないよね。この漢字は置き字といって、訓読するときに読まなくていい漢字です。意味は送り仮名とかに吸収されちゃってるんだね。なので、この漢字が出てきたときは読まなくていい。置き字だっていうことをここで覚えておいてください。じゃあ続いていくよ。学びて時に。で、その次の漢字、これ読んでいいの？この漢字の左下に、カタカナのレって書いてるよね。これがレテンです。レテンの約束ごとは、レテンを挟む二つの漢字をひっくり返して読むことです。つまり、今回はひっくり返して、これを習う。こういう風に読みます。ここまで続けて読んでみると、師曰く、学びて時にこれを習う。こういう風に読むことができるっていうわけなんです。で、続きいくよ。ここの漢字、図なんだけど、この図の左下に、にって書いてるよね。これは、一二点のに。一二点の約束ごとは、一を読んだ後に戻って二の漢字を読むこと。なので、この図は飛ばして、また、喜ばしから図。こういう風に読みます。で、最後にや。つまり、続けて言うと、また、喜ばしからずや。こういう風になります。どう？これで、レテンと1、2点、分かったかな？まだこの後でも練習するとこあるから、ちょっとずつ慣れていってください。じゃあ続けて読んでいってみるよ。次の漢字はありだけど、それの左下に、今度は下って書いてるよね。これは上下点です。この上下点のルールは、さっきの1、2点と同じ。まずこの下がついてる漢字を飛ばして読んでいって、上がついてる漢字のとこまで読んでからもう一回戻って下の漢字を読む。こういうルールがあります。つまり、このありはまず飛ばします。で、その次にあるのが友だよね。これは友達っていう意味。で、その次にある漢字がよりっていう漢字。でもこのよりの左下にもにってついてるよね。1、2点の2。なので、これも1が出てくるまでこの漢字は飛ばして読みます。で、次の漢字は遠方ってきたよね。で、この遠方の方の左下に1出てきたよね。1、2点の1が出てきた。よって、ここでまた2に戻るわけ。遠方より、こういう風になります。で、また下に戻って、来たる、こういう風になるわけ。で、この来たるの左下に上っていう漢字が書かれてるよね。上下点の上。つまり、ここまで読んだら、さっきの下のついてる漢字まで戻るわけ。つまり、来たる、あり。こういう風に読みます。つまり、続けて読むと、とも、遠方より、来たる、あり。こういう風になります。で、次行くよ。で、また最初の漢字の左下に、にが出てきてるね。1、2点の2。だから、この図っていう漢字は飛ばして読みます。また、楽しから。ここまで読めるね。で、この楽しからの左下に1がある。よって、また2に戻って、また、楽しから、ず。ここまで行くわけね。で、一番下に行って、や。つまり、また、楽しから、ず、や。こういう風になります。で、次行くよ。最初の漢字は人だね。で、その次の漢字読もうとして、この漢字はず。送り仮名も一緒に読むと、ずしてまで読んじゃえるけど、この漢字の左下にカタカナのレがあるね。はい、もうレテン、わかるよね。ひっくり返して読むんだった。つまり、人、知らずして、こういう風になります。で、次の漢字。あれ？さっきも出てきたよね。これは、置き字です。訓読の時、読まなくていいんだったよね。この漢字は飛ばして読みましょう。で、また図が出てきたけど、図の左下にカタカナのレがあるので、レテン、ひっくり返して読みます。つまり、恨み図になります。つまり、ここの部分は、人、知らずして、恨み図、こういう風になります。で、次行くよ。次もまたこの図の左下に、にってあるよね。1、2点の2。これも飛ばして読みましょう。1が出てくるまでね、2は飛ばして読むんだった。また、君子なら。ここでまた1が出てきたよね。死なら。で、1が出てきたので、2に戻って、また、
君、し、なら、ず、こういう風になるわけね。で、下に行って、やと。これを続けて読んでみると、また、君、し、なら、ず、やと。こういう風になります。どうですか？こういう風に訓読をすることで、日本語の文章出来上がったよね。これを書き下し文っていう風に言います。でもこの書き下し文、日本語だけど文語で書かれてるよね。文語っていうのは日本の昔の書き言葉で書かれてる。だから、まあまだ漢文よりはね、意味がわかるかもしれないんだけど、まだわかりにくい点がある。そこを今から説明していきますので聞いてみてください。いいですか？師曰く。これはさっき言った通り、先生がおっしゃるには、講師が言うには、こういうことだったよね。学びて時にこれを習う。学習して機会があるたびにそれを復習して体得すること、身につけるっていうことは、また、喜ばしからずや。これはなんと嬉しいことではないか。つまりね、学習して、みんなも勉強して、勉強しっぱなしだとね、それ身についたって言えないよね。すぐ忘れちゃうし、理解が不足してたりするわけ。だから、ことあるごとに、チャンスがあるごとに、前習ったこと、もう一回復習してみようよって、何回も復習していこうよって、そうすればその知識が体得できるでしょって、身につけることができるでしょって、そうすると、これってとっても嬉しいことだよねって、こういうふうに講師は言ってるわけなんです。みんなも勉強しててさ、勉強してるときは辛いかもしれないけど、身につかないまま、わけがわかんないまま終わっちゃうよりも、ちゃんと理解できて分かった方が嬉しいでしょ？確かに復習するってめんどくさいことかもしれないけど、何回も復習して自分がわかんないとこ、身についてなかったとこがきっちり分かった。そうなったらかなり気分いいよね。こういうことを講師は言ってるわけ。で、この、また、何々ずや。これ、この後、2回出てきます。これは、なんと、何々じゃないか。なんと、何々ではないか。っていう風に訳します。だから、今回ここでは、なんと、嬉しいことではないか。こういう風に訳したってわけなんです。で、次行くよ。とも、遠方より、来たるあり。この、ともは、友達のともだったよね。その、ともが、遠くから来てくれたの。で、その友と学問について語り合うこと、また楽しからずや。ね、来たよね。また何々ずや。ここは、なんと楽しいことではないか。こういう風に訳すわけ。つまり、友がね、友達が遠いとこから来てくれて、一緒に学問のこと、自分が学んだことっていうのを話し合うこと、交換し合うっていうことが、なんと楽しいことなんだろう。こういう風にここで言ってるわけ。まあちょっとこれね、みんなせっかく久々に会った友達、遠いとこからわざわざ来てくれてね、その友達と話すとき、いきなり勉強の話する人あんまりいないと思うんだけど、その友達が遠い場所、もしかして外国とかで身につけた知識を、あそこの国ってこんなんだったよって、こんな出来事があったよって、そういうことをみんなの前で話してくれたら、みんなきっと驚くんじゃない？嬉しいんじゃない？へえ、そうなんだ。そんなことあるんだ。こういう風に思えるよね。だから学問っていうのもそれと同じでね、みんながまだ勉強したことない、まだみんなが知らない学問を遠くから来た友達がしてきた、知ってたっていうんだったら、その話聞いた時、へえ、そんなことってあるんだ。こういう気持ちになると思うんです。講師はそういうことを言ってるんだね。その次行くよ。人知らずして恨みず。人、世の中の人は知らない。あなたのいい部分、すごい部分っていうのを認めてくれなかったとしても、恨みず、不満を抱かない。そういう人って立派じゃん。だから講師も、また、君子ならずや。こういうふうに言ってるわけ。出てきたね。また、何々ずや。なので、なんと理想的な人格者ではないか。ね、立派な人だね。こういうふうに講師が言ってるわけなんです。いいですか？一つ目分かったかな？じゃあ次行きましょう。これも上から読んでいきましょう。し、曰く、己の、ここまでは読めるんだけど、次のところ。この左下に出点がついてるよね。だからこれは飛ばして読んで次の漢字。ざるなんだけど、ここにも出点がついてる。だからこの漢字も飛ばして、その次の漢字。発せだよね。この漢字には返り点がついてない。なので、こっから逆向けに読んでいくことになる。
欲せざるところ、こういうふうに読むわけ。つまり、死曰く、己の欲せざるところ、こういうふうに読める。で、次の漢字、なかれとなんだけど、ここのなかれとの左下に、れ点書いてあるよね。なので、その下の漢字から先に読む。施すことだよね。でもこの漢字の左下にも2って書いてる。これは1、2点の2。なので、1、2点の1の漢字を読んだ後でしかこの漢字は読めない。さらに下に進みます。ところが、この漢字、読んではいけない置き字だよね。この漢字も飛ばして読む。だから、最初に読むのは、人にになる。で、この人にの左下には、1、2点の1がある。なので、この漢字の後に、1、2点の2がついてる漢字を読む。施すことだよね。で、その上の漢字、れ点がついてたから、ここはひっくり返して、施すこと、なかれと。こういう風になるわけ。で、ここのとっていうのはね、鍵括弧の外に出るんだった。つまり、全部読んでいってみると、死曰く、己の欲せざるところ、人に施すこと、なかれと。こういう風になるわけなんです。これで書き下し文ができました。その次にこの現代語訳を見ていってみましょう。子曰く。これはわかるよね。孔子が言うには、孔子がおっしゃるには、己、自分だよね。自分がしてほしくないこと。それを人、この人っていうのは他人ね。他人にしてはいけないよ。こういうことなんだね。この考え方、みんな聞いたことがあるよね。自分がしてほしくないことを人にしちゃいけないよ。聞いたことあるじゃんか。これっていうのは、ここの論語から来てたんだね。ここでは、この己っていうのと人っていうのがね、対照的に使われてるよね。己っていうのは自分、人っていうのは他人だから。並べて比べられてる。こういうふうにして思いやりを持ちましょうってことを孔子が言ってるわけなんです。いいですか？では、次。こちら、上から読んでいきましょう。子曰く。この子っていうのは先生って意味。孔子は先生と呼ばれているからね。だから、ここは、先生がおっしゃるには、公約したらいい。で、次の漢字は、れ点がついているので、下と順序を入れ替えて読む。よって、これを、知るを、こういう風になるね。で、その下の漢字もまた、れ点がついている。なので、下と順序を入れ替えて読みたいんだけど、その下の漢字にもれ点がついているので、ここの3つの漢字は、下から順番に読んでいくことになります。つまり、これを、知ると、なし、こういう風になります。で、その次の漢字もまたれ点がついているので、下と順序を入れ替えて読みます。つまり、知らざるをこういう風になる。で、その次の漢字もまたその下の漢字も連続でれ点がついています。で、三つ目の漢字で初めてれ点がついていない漢字が来るので、ここの三つの漢字は下から上に向かって読んでいきます。つまり、知らずとなすだね。つまり、ここの部分を続けて読んでみると、これを知るを、これを知るとなし。知らざるを知らずとなす。こういう風になります。で、その次の文は返り点がついていないので、上から下に読んでいったらいいです。つまり、これ、知る、なりと、だね。つまり、先生が言ったことは、講師が言ったことは、これを知るを、これを知るとなし。知っていることを知っているとし。知らざるを知らずとなす。知らないことを知らないとする。で、そのことが、これ、知るなり、それが知っているということなのだよ、と、こういうふうに孔子が言ったわけ。つまり、孔子が考える、知っているとはどういうことかというと、二つのポイントがある。まず一つ目のポイントは、自分が知っていることをちゃんと知っているとすること。で、もう一つが、知らないことを知らないとする。この二つのポイントが、これが指している内容なの。ね、ちゃんと自分がどのことについて分かっていて、どのことについて分かっていないのか。自分の中でそれを明確にすること、それが知っているということなのだ。こういうふうに講師は言ったんだね。どうですか、今回の授業、わかりましたか？今から2500年前のメッセージ、みんなの心に届くような言葉があったでしょうか？もう一回今回の漢文を読み直して、私たちが、人間があるべき姿というのはどういうものなのか、そのことについて考えてみてください。それでは今回の授業をこれで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。